カルパティア国立自然公園は、ウクライナのイワーノ・フランキー・ウシク州に位置する国立公園。この公園は1980年6月1日に、カルパティア産無薬地域の保護を目的として設立された。この公園の管理事務所は、ヤレムチェに存在する。カルパティア国立自然公園は、ウクライナにおいて最初の国立公園であるとともに、 同国において最も大きい国立公園の一つである。領域はビバーノフランキーウシク州南西のナドビールナ地区とベルホビナ地区にまたがりザカルパッチャ州との宗教に面している。面積は515.7平方キロメートルとなり、周囲の3834平方キロメートルの地域ではあらゆる経済活動が制限されている。公園は ウクライナのカルパティア山脈でも標高の高い地域に位置し、東側斜面はプルト川及び黒チェレモシュ川の流域となっている。プルト川の源ともなるウクライナで最も標高が高いホベールラ山は公園の端に位置し、公園内の最も標高の低い地点は標高500メートルである。1921年、ウクライナのカルパティア山脈の最も標高が高い 地域に4.47平方キロメートルの自然保護区が設けられた。1968年、新たに作られたカルパティア生物圏保存地域に組み入れられた。カルパティア国立自然公園は1980年にウクライナソビエト社会主義共和国の閣僚議会により設立された。これには前日のカルパティア生物圏保存地域とされたうちの半分が含まれていた。 この公園は、環境、天然資現象に属し、独立運営されている。この公園では、高山草地と森林が望める。最も見られる三種の樹木は、ヨーロッパモミ、ヨーロッパブナ、ウヒである。園内には、ウクライナのカルパティア山脈において、最も全高の高い一本滝のフック滝がある。また、二つの氷河湖が存在する。 カルパティア国立自然公園の地域は歴史的にはフツル人の居住地であり歴史的な木造建築物などのいくつかの歴史的モニュメントや建築物がこの公園に存在する。これらは観光のためにアクティビティとして利用され2012年現在には整備された48の遊歩道が存在する。ありがとうございます。